おい、そっちの様子はどうだ。今のところ何もありませんね。兄上はどうされている。長老熊八のところです。それより何かご用ですか。いや、別にお前に用などないが。遅いな、ユーリはまだか。聖剣モルギプの眠る山頂までは少し距離があるのです。陛下とコンラートはまだついていないでしょう。そんなことは言われないでも分かっている。クソ、こんなことならやっぱり僕がついていくべきだった。いや、今からでも遅くはないぞ。確か向こうの山だったな。およしなさい。我々は陛下から直々に熊八の守りを任されているのですよ。だがここは異世界なんだぞ。有利に何かあったらどうする。陛下は我々を信じてこの場を任せてくださったのです。その信頼に応えるのが我ら進化の務めではありませんか。お前と話しても拉致が開かない。僕は行くぞ。行けませんったら行けません。ギュンタ、私だって陛下が危険なのは百も承知。今こうしている間だって道で小石につまずかれていないか、意地悪な棘にお手を刺されていないか、いいえそれどころか思わぬ味方の裏切りで、そうコンラートの吹くダジャレで身も心も凍えてしまわれているのではないかと、もう心配で。陛下、どうして私をご指名くださらなかったのです。私ならば命に代えても陛下の恩義を必ずやお守りしますのに。大丈夫か、フォンクライスト教。そういうわけで、辛いのはあなただけではないのです。勝手な行動は慎みなさい、フォンビーレフェルト教。まったく、あいつはヘナチョコで弱虫のくせに妙な責任感ばかり強いからな。だから僕がついていくと言ったの。仕方ありません、陛下がコンラートを選ばれたのですから。しかし、なぜウェラー教なんだ。あいつはこういうことがあるとなぜかウェラー教を選んでばかりいる気がするが。そんなこと私には分かりません。分かりませんとも。お前王座だろ、それくらい分からないのか。陛下のお心を探るなど、そんな不埒な真似ができますか。大体何です、あなたこそ婚約者のくせにその程度のことも分からないのですか。これだから名ばかりの婚約者などなんだと。ふん、きっと僕には頼みにくいんだ。あいつは優しいから、愛する者を危険にさらすことなど考えられないんだ。言っていて虚しくなりませんか、フォンビーレフェルト卿。うるさい。はあ、陛下、陛下、私の思いはいつも空回り。お前だって人のこと言えないじゃないか。ナギス。私たちは実は陛下のことをよく存じ上げていないのかもしれませんね。そうだな、あいつは単純そうに見えて結構奥が深い。頑固だが押しに弱いし、かと思うと強情だしな。お気が強く、しかし同時にちょっと弱く、自信なさげかと思うとハッとするほど凛々しく美しく。ユダ、汁が出ているぞ、吹け。まあ、あいつは不器用でおどおどするところなど意表ついて可愛いしな、だから目が離せないんだ。ほれ本当に珍しく意見の一致を見たな。ええ、あなたもたまには的確なことを言うようですね。プープーって言うな。それにさっきから黙って聞いていれば何を図に乗っている。お前なんか有利にとっては教育係という名のただのおせっかい焼きだろうが。なんですと。だいたい私の清らかな忠誠心とあなたの横島な感情を一緒にしないでください。横島だと。あいつは僕と婚約しているんだ、何の問題がある。あれは勘違いだったと陛下も認められているじゃありませんか。それをいつまでも未練がましい。黙れ。お前の妄想にまみれた思考が清らかだというなら、この世の全ては清らかだ。文句があるならその汁を止めてからにしてもらおうか、このつゆだく壊れ王さ。あなたという人は
年長者への礼儀というものを知らないようですね。尊敬に値する年長者には僕だって礼を持って接している。以前のお前にならいざ知らず、今のお前にそんな敬意が払えるか。どういうことですか。説明しても始まらない。認めたくないものだろうからな。自分自身の老いゆえの過ちというものを。老いてませんから。僕はもう行く。色ぼけしてないでしっかり見張っておけよ。色ぼけですって。あなたこそくだらぬ妄想して注意を怠るんじゃありませんよ、このわがままブー。うるさい、ブーって言うな。わがままブー。